こんにちは、ベビーチャンネルです。今回はスクイーズ好きの方がよくやってしまうことをあるあるとしてまとめてみたのでやっていきたいと思います。どうぞ。ただいま疲れた。あ、え、これ、もちもちリンゴいちご、香り増え上がるふんわりメロンパン、香りつき、石窯食パンプレート、ママこれ新作のスクイーズなの？ママそれね、ママがおやつだよって言ってたよ。おお、おいしそう、ありがとう。お姉ちゃん、どっちがいい音するか競争ね。オッケー。家の中に後片付けが大変ですね。これは大変ですね。めんどくさい。スクイーズ宿題なんかがあるんだよ。3.14×7=20.1483.14×50 は157.3×3.14×あ、間違えた、今1回俺書いちゃった。おお、待って、なんだか気持ちが悪い。スクイーズだったよな。今日も一日頑張ったな。うんこ触り放題。そのうんこかわいいよね。そう、かわいいじゃん。だってさ、このさ、だってさ、このツンってした感じとかさ、この青色な感じとかさ、あとこうポチャポチャポチャって感じとか、あとこれはさ、かわいいってなるでしょ。なるよね、なるよね。え、なるよね。なんだよね。なるよ。なんだよね。なるよね。これこうやってやってさ、あ、かわいいってなるよ。あー、やっぱりスクイーズ癒されるね。ああ、癒されるな、やっぱり。おい、え、おい、なに、何ができるかな。あーあー、
虹スクイーズできそう。おお。あー、やっぱスクイーズ気持ちいい。あー、でもなんか最近やばいのよね。ったら硬いスクイーズも触っても疲れなくなるんじゃない？おーいいね。おー、今日は以上です。皆さんも共感できるものがありましたか？バイバーイ。以上、花声のアンダスター。最後まで見てくれてありがとうございました。高評価ぜひよろしくお願いします。この他の動画も見てね。